サメのよこした情報によるとここにナルト君がいるらしいが、さて。ん？いや、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。ヒョロヒョロの割にやるじゃねえか。うん。理解が早くて助かるよ。まあ助かったのはオイラも同じだ。なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ？いや、実はこの島、ここに8尾と9尾がいてね、その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。九尾ってことはナルトのやつか。ただまだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。デーダルに！ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな。確かに厄介な顔だ。やっぱり本物のデータラ兄だ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、デイダラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。貴様と言ったか。奴の侵入情報を耳にしてな、その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいでそういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん。っていうか、なんで派手に爆死したはずなのになんで生きてるの？本当は死んでなかった。何か、はっ、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく死んでまで迷惑かけおって。うるせえ。死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああ、けどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにはオイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。ああ、デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。戦闘開始。やったやった。調子よりの手抜きだ。俺の相手にならねえよ。うん。そう、吠えるデイダラ。まるで負け犬のようじゃねえ。なんだ、僕ら。やったやった。遅いわ。やったやった。うん、遅いわ。あっ、まだ。やったやった。
てみせる。あのデータラインで戦うと複雑な気分だぞ。やつはもう昔のデータラではない。情報を表に出すなよ。おいおい、前世時代が強くなってんじゃねえか。まだ情報に叩いてこの程度か。情けないやつめ。うせえ、まだ様子見してるだけだ。こっからが本番だ。強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。とどめじゃぜ。勝負あり。よしよし、頑張り。死してなおわしに負けるか。よくもわしに挑めたものだ。いくら強がったところでわしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん、黒土がいねえ。今頃気づくとはな。やはりお前は青2歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜ、デイダラ。そりゃこっちのセリフだ。うん。そうか、ナルトは B さんと滝の中で修行か。ええ、張り切ってましたよ。どうしました？いや、修行に集中することはいいんだが、あいつここでの任務を忘れてないか。まあ実際は監禁という名の任務だし、別にやることはないのだからいいじゃないですか。それはそうなんだが、複雑な気分だ。そういえばガイさんは？あの人は忍び連合からの召集があって、そっちに急行した。召集ですか。ということは。ああ、いよいよ開戦が近いってこと。なんだ？爆発音。一体誰が？ヤマト、行くぞ。はい。おっと、